日本メディアのインタビューに、無言で立ち去る中国選手。これに中国ファンは喝を入れる。中国ポータルサイト直巻派によると、中国男子サッカーチームはアウェイで、日本チーム207で敗れた後、日本のサッカーメディアの記者によると、試合後のインタビューエリアで記者は英語で、質問してもいいですか?と尋ねたという。しかし、中国選手のほとんどは、何も言わずに立ち去った、かつてエスパニョールでプレイした、ウーレイも首を振って止まらず、今日は行かせてくれといった表情だった。英語が話せない、負けたなどと反応する選手もいたが、全員が真剣な表情で急いでチームバスに乗り込んだ、と記事を締めくくった。この記事を見た中国サッカーファンの反応がこちらになります。皆さん本当に恥知らずですね。切腹すべきではないでしょうか?一番の問題は、英語が理解できないということです。彼らには、中国に戻る勇気があるだろうか?中国のオリンピック選手たちは、国のために凱旋勝利を収めて帰ってきたところだ。あなたたちはサッカー代表チームの面汚しなのだから、解散した方がいい。私たち中国のファンは、面目を失うわけにはいかないのだから。とにかく恥ずかしい。私は英語が話せませんか?ははは、それが中国選手たちの大きな特徴でもあります。彼らはサッカーが上手くないし、教養もない。選手たちを責めても仕方がありません。どの点で私たちは日本に遅れを取っているのでしょうか?顔をさらさないでほしい。とにかく日本チームは自信を見せて、7点取れば十分だった。はい、いたずらな笑顔は禁止ね。その場で解任、ジャージの国旗に恥じており、中国人の恥。バスに乗ってどうするんだ、海に飛び込めばいいじゃないか。中国のサッカーは、スペインの卓球に似ている。こう言えば納得がいく。